小料理、ことの葉。いらっしゃいませ。小料理、ことの葉へ、ようこそ。今日は、豚のすき焼き風を作っていきます。材料はこちら。豚肉薄切り 100g、焼き豆腐 200g、こんにゃく 200g、春菊 150g、お酒 50cc、 焼き鳥のタレ 350cc、 焼き鳥のタレ、醤油5、砂糖3、酒1、みりん1、鶏皮 30g、 ネギの余り、すべて鍋に入れ15分くらい煮たらできます。豚肉は4つくらいに切ります。フライパンで適当に炒めます。もう一度煮ますので、多少赤くても気にしません。だいたい色が変わったら、お鍋の隅に寄せておきます。焼き豆腐を8つに切ってお鍋へ。こんにゃくも8つに切ってお鍋へ。焼き鳥のタレとお酒をダバダバします。お鍋を火にかけて沸騰したら弱め、3分くらい煮ていきます。適当に切った春菊をどさっと上に置き、蓋をします。3分くらい煮れば完成でございますね。それでは豚さんとかに感謝していただきます。お砂糖の甘さと醤油のいい匂いで、すき焼きって感じですね。甘辛いは本当に何にでも合う味でございます。ただこんにゃくはもう少し小さめの方が美味しいかもしれませんね。まあこれはこれで美味しいのですけど、すき焼きのメインの食材はやはり豆腐と春菊ですので、この2つがあればお肉はいらないかもしれませんね。異論は認めます。最後におさらいです。切って煮れば OK です。料理は自由なところが魅力です。残念ながら万人に受ける料理はないと言っていいでしょう。自分が美味しいと思えたらそれでいいのです。あなた自身の発想で自由に大胆に料理をしてみませんか。その手助けとなれば嬉しく思います。もしよろしければまたお越しくださいませ。お相手はことの葉あかねでした。小料理ことの葉。